この番組はロックが滅んでしまった西暦2300年から歴史を変えるためタイムスリップで現代にやってきたこの俺エディ・アイアン・バニーがガールズボーカルメンバーとこの時代に生きる全ての人にロックンロールとは何かを問う愉快痛快ロックンロールバラエティである。堀久保翔太郎プレゼンツアイアンバニーズロックロッカーロッケスト。皆さんこんばんは、堀久保翔太郎です。そしてロックユニットアイアンバニーのひなです。琴乃です。そしてサイボーグギタリストはエディアイアンバニーでーす。はい、全てのハードロックヘビーメタルファンに向けたロックンロールバラエティロックロッカーロッケスト第7回の放送がスタートしました。いいね、回を増すごとにみんなが元気な今日すごいですよ。始まる前にどっちが大きな声出せるか競争ねって言って始まるんですよね。この2人、ね、そうなんです、ね、あれ1人足りませんね今日、はい、どうした南学校行事で、学校行事、はい、あなんかほっとしますね、はい、あ学業とねロックをこう両立させるために、はい、そうなんですか。じゃあ今日このメンバーでお届けするわけでございますけど、はい、先週はあの、ね、ルナシーの深夜さんがゲストどうでした、はい、改めて振り返ってすごい勉強になりました、ね、なんか本物のね、はい、日本を代表するね、はい、ロックアーティストですけど、はい、椅子の高さ変わんなかったね。そうですね、椅子の高さ変わんなかったですね。あんだけ深夜さんが椅子高くないと言っておりましたが何も反映されず変更なしということで今日もこの高さでお届けしたいなと思うんですけど、はい、もうでもね7回ぐらいやってきてさ、はい、でそういう、まあ、ほらあのライブもあったじゃないですかみんな ね、はい、やって、はい、こう3人アイアンバニーの3人はなんかこう何その後こうみんなでご飯行ったりとかなんかそういうちょっとプライベート的な仲は深まってんの？あんーなんだか言っちゃった、うんいや正直にこう仲悪くはないんですよ。仲悪くは一応なさそうだね、はい、見てる限りは、うん、まだ出かけたりはしてない。そうですね、そっか、はい、でもなんかちょっとほらご飯この後行かないみたいな。あでもまた遊びに行こうっては。あそういう話します。牧場、あ牧場に行きたい牧場に行きたい。およそロックとはかけ離れた牧場に行きたい牧場に行きたい。ロックで牧場したらもう野外フェスしかないからねそういう意味でしょ。そういう意味で、ね、そういう意味で牧場行きたいじゃなくて、もう本当のアイスクリームとか食べに行くの、はい、そうですか。あそう牧場行きたい、はい、それ誰が言い出すの3人の中で。琴乃が割と羊が見たい。羊が見たい。そうなんですよ、羊が見たい。ロックで羊って言ったらもう申し訳ないけど生首にするしかないからね、もうね、今日その話も出てくると思いますけれどもあそうでございますか、はい、あでもそういうね、でもそれ仲もね深めていくの大事だと思いますんで、はいね、あのおじさんだったらねちょっと行きますかで、ね大体ねそういうわけにいかないもんね、そうでございますわね、楽しんでいただきたいと思いますけれどもね。さあというわけでですね今日もですね皆さん、このアイアンバニーと一緒にそしてこのね、サイボーグギタリスト、エディアイアンバニーと一緒にですね、ヘビーメタルロックンロールの世界を皆さんにご紹介していきたいと思います。では参りましょう。堀久保翔太郎プレゼンツアイアンバニーズロックロッカーロッケスト第7回も全突破でロックンロールだこの番組はPH メソッツの提供でお送りします。サイボーグギタリストエディ・アイアンバニーギターインストチューン3ショットスラスター好評配信中。全突破でロックンロールだ。森久保翔太郎プレゼンツアイアンバニーズロックロッカーロッケスト。さあではこのコーナーからお届けしたいと思います。ロックンロールインスティチュートはい、こちらのコーナーは毎回ですね世界中のハードロックの中から1枚の CD アルバムにスポットを当てましてその1枚にまつわる歴史や背景をアイアンバニーが学び勉強していくことで正真正銘のロックアーティスト、そうロッケストを目指すコーナーでございます。早速ですが今回スポットを当てるアルバム1枚ご紹介しましょう。こちらです。アイアンメイデンによりますザ・ナンバー・オブ・ザ・ビースト。はい、アイアンメイデン、はい、どうですかこの言葉に。あでも古着屋さんで
古着屋さん、アイアンメイデンの、うん、あの T シャツ、 T シャツとかロック T 見たことあります。あ、そういうことでございます。あ、馴染みありました。ここにもね、ひなない、全くない、全くないでございます。じゃあ、はい、学んでいきましょう。このザ・ナンバーオブ・ザ・ビーストというアルバムはですね、アイアンメイデンが1982年にリリースした、3枚目のスタジオアルバムでございます。ではね、馴染みがないというみんなもいますか、はい、このアルバムザ・ナンバーオブ・ザ・ビーストに関する情報を、すべてのロックヒストリーをインプットしております、エディのデータベースから引っ張ってご紹介しましょう。お願いします。アイアンメイデン、ザ・ナンバーオブ・ザ・ビースト。ドクロ、悪魔、革ジャン、病、破壊、宗教、叫び、上げ出したらキリがない。どこか屈折した世間一般から見たヘビーメタルの安易なイメージとはこんなものである。そのほとんどの源流となっているのは、アイアンメイデンというバンドの存在が大きいとヘビーメタルファンの多くは口を揃えるだろう、うん、1975年に結成、80年にデビューを果たしたアイアンメイデンは、そんなヘビーメタルのイメージ作りに大きく貢献したバンドであり、ヘビーメタルというジャンルを明確に作り上げた80年代初頭のニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビーメタルという世界的ムーブメントの中心にいた。全世界でこれまで1億枚を超えるレコードセールスを誇る、もうなんというかヘビーメタルそのものといっても過言ではない伝説的なバンドである。とかく詐欺のようなイメージが先行しがちなヘビーメタルのイメージではあるが、果たして本当にそうなのであろうか。革ジャンに病を打ちまくって、背中にドクロ、悪魔の生贄のようなヤギの生首を持って雄たけびを上げる、ほとんどギャグにしかなっていない。アイアンメイデンがそのようなイメージを先行させながらも世界的なバンドとしての地位を今も維持している理由は、そういったイメージの内側にある本質的に高く完成された音楽性があったからに他ならない。スティーブ・ハリスの骨太かつ高レベルなベースを中心に高い演奏技術を集約させた彼らのサウンドこそがヘビーメタルというものであり、真の男のロックンロールであるヘビーメタルも基本スペックが高くなければ単なるギャグでしかないヘビーメタルになってしまうといういい事例である。ちなみにアイアンメイデンとは鉄の処女という中世紀の拷問器具に名前が由来しており、時の英国首相で鉄の女と呼ばれたマーガレット・サッチャーのことでもなければ、うん、ね、低層観念がお高い身持ちの固い女性のことでもないじゃないね、うん、以上それ結びの言葉それですか。はい、というわけで以上がエディによりますザ・ナンバー・オブ・ザ・ビーストのデータでございました。このアイアンメイデン、ちょっと手元に資料あります。もうね、これがもう見ていただければ言ってることがわかるね。こういう、これあのジャケットですよ、こういうね、イラストね、こういうの、これこういうのの T シャツじゃなかった？そうです。ね、はい。これもう悪魔的な。まさにこれですね。怖いでしょ、ドクロ。ね、悪魔、ドクロ、もう字もおどろおどろしいでございます。まさにこれがね、ザ・ナンバー・オブ・ザ・ビーストの、ジャケットであったりしますね。で、他にもね、こんなんありますよ。これやっぱこれドクロがね、鉢巻き漢字で、ね、日の丸の、鉢巻きに神風なんて鉢巻きして、これあの、日本でライブやった時のライブ版。ね、ライブイン東京。なるほど。でこう、でもドクロなんですよ。はい、ね、あのこの左の2人がソバージュですか、あのこのソバージュ、そうです。そこ気になる。そう、ソバージュです。はい、はい、これはソバージュじゃないですか。あ、どうですか。ドクロこれってドクロね。いや、だからドクロも寄せてんじゃない、ソバージュに。寄せてんじゃないかな、多分ね。ドクロにももうどうせだったらソバージュにしようっていうね、このアルバムのね、ドクロ、そう、確かにありますけれどもね。どうですか、ちょっとだからヘビーメタルってちょっとこういう怖いイメージなかった？やっぱね、はい、音もサウンドもそうだけど、はいはい、こういうビジュアル的なね、はい、アートワークもこういう感じなんですけれども ね、はい、こういうのを多分確立したきっかけになったバンドじゃないかと AD の情報によりますと言ってるわけでございますけど、なんかちょっと情報の中で気になることあります？2人、なんか、うん、アイアンメイデンがいなかったら、うんうん、なんか今のメタルとかは変わってたんですかね、うん、結構影響が大きい。多分こういうのはだからドクロじゃなかったかもしれないね、なんか違うものが、なんかなんでしょうね、ドラキュラとかだったかもしれないですけどね、そういうバンドがいたらね。あ、うん、でもね、後にロックバンドでやっぱヴァンパイアモチーフにしたようなね、アートワークのバンドとか出てきます。なんかだからそういうものを普通の人が怖がる、意味嫌うようなものをあえてこう正面に持ってきてどうだってやるのがこのなんか
この人たちがやり始めたことなんじゃないかな。ことのなんかありますか、気になったの。なんかそのヘビメタが好きなスタッフさんから聞いたんですけど、ヘビメタが好きなスタッフさん、自家用ジェットを持ってるみたいな、でそれでライブに自分で運転していくらしくて、自分で運転自家用ジェット、はい、あ、そういう人もいんのかな、すごいですね。まあまあもうやっぱ当たればボンですから。そういうことですね。当たればボンですから自家用ジェットなんてもう当たり前です、あれそれ目指してんじゃないの君たちも、やっぱこう、はい、ロケストぜひ自家用ジェットで言わされてる顔をするんじゃない、ヒナは。ははいみたいな。ね。いや、そのぐらい派手なんだよ、やっぱ。みんながあっと驚くことを、まあ、音楽もそうですけど、ライフスタイルとか、うん、そういった中でこう打ち出していくっていうのが、やっぱこのね、やっぱ80年代とかね、70年代かも言いますけど、こういう人たちのね、スタートですよ、やっぱこの、なんとイメージ。あとだからこれ、こう秒ついた服とか持ってない？トゲトゲの。秒スタッツとかあります。知らない？こうなるどういうんですか、どこ画鋲、ちょっとこれとは違うけど、こう鉄のさ鋲、知らない？トゲトゲ、うん、ああいうライダース着た人たち見たことない？あります、ね、あんなの流行って、よく僕東京だと原宿にああいうの売ってる店あってね、そうなんです、買いに行って、でもお小遣いないから本当に4個ずつぐらいとか買ってちょっとずつ足していくっていうね。作れそうですよね、味はね。そうそう、もう友達にね、板金屋いたから、そいつに何とか何年か鉄くずでとか頼もうかと思ったぐらいなんですけどね。そういう、うん、あと、どうした、うん、ヤギ、ヤギ、ヤギの生首が本当ですか、うん、なんか行くとこまで行っちゃったんだろう、多分ね。ね、今だったらありえないですもんね、絶対そんなの。本物だったのかな、やっぱ。それは定かじゃないんですけど、本物だと思ってましたよね、当時の。当時は。マジかと。多分なんかこう刺激を与えなきゃ与えなきゃで、とうとうそこまで行っちゃってね。すごい。彼らは多分ヤギのミルクとか飲めないでしょうね、今ね、申し訳なくてね。はい、と思いますけども。さあ、ではですね、最後にですね、アイアンバニーが正真正銘のロッケストを目指すために、このアルバム The Number of the Beast、このヒストリーから学ぶべきことをおさらいしたいと思います。ではエディお願いします。こちらです、ドン。基本忘るべからず。普通。普通。え？それこれこれですか？ですってどうですか？いやでもやっぱり基本は大事ですよね。なんか言われすごい私たちにも言われ。うんそうね、みたいですね。なんかすごい突飛なことした人たちって一生懸命落ちてきたのにそこ。でも そういうことを、ね、何やってんのって言わせながらやっぱ演奏はね上手くなきゃいけないって、うん、それがあったんですよ、やっぱこのね、そうなんですよ、この特にこのだから中心人物になった、このベースのスティーブ・ハリスさん、ベーシストなんだけど、はい、この人が、まあ、中心になってこう結成されたんじゃないかって話なんだけど、やっぱ上手いみんな演奏が、でやることやってふざける、あ、まあ、ふざけてたかどうか分かりませんでもそれが一番かっこいいですね。そうそう、それが一番かっこいい、はい、やることをしっかりやろうぜということで、はい、よろしいでしょうか、エディ、ね、はい、というわけで基本忘るべからずという言葉をいただきました。というわけで本日はアイアンメイデンのザ・ナンバーオブザ・ビーストをご紹介しました。森久保翔太郎プレゼンツ、アイアンバニーズロックロッカーロッケスト。ではここからはこちらをお届けしましょう。ヤングギター編集長上田晋也の早弾きバカ一台。はい、というわけでですね、こちらサイボーグギタリストのエディが月刊ギター雑誌ヤングギターさんとコラボをしまして、ギターフレーズを紹介、みんなでギターを練習していこうというコーナーでございます。では早速このコーナーゲストをお呼びしましょう。ヤングギター編集長上田晋也さんです。よろしくお願いします。はい、こんばんは。ヤングギター編集長の上田晋也です。お願いします。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。どうもご無沙汰しております。なんとかなんとかかんとかこの番組前に進んでおいて、はい、第7回を数えることができます。毎週楽しみ、ありがとうございます。ありがとうございます。あの時でも持ってきていただいたこのね、はい、ギター彼女たちも大事に
そうなんです。やってる？やってます。やってますか？あおみちゃん。はい。あおみちゃん。はい。ギターゴロー。ギターゴロー。いい名前ですけど。どうですか、はい、この可愛がってネーミングセンスですか？いや、素晴らしいじゃないですかね。でも大事ですよね、名前つけるってね。本当に、それで愛着がね、人はと思うね。はい。今日も持ってきてくれましたけどもね。じゃあちょっと早速本題に行きたいんで、ちょっと重たいんで一回置きましょうか、ギターはね。はい。はい。さあというわけでですね、以前、ひなことのそして南の3人には上田編集長の方から宿題が出ておりましたが、はい、そうなんです。ちゃんとやってきましたか？やってきました、はいはい、どんな宿題かと言いますと偉大なるギタリスト13人の中から、それぞれが目標とするギタリストを1人決めてくるという宿題だったんですけど、これね、こうちょっと なんで編集長こんな宿題を、まあ、やっぱりなんかこう目標とする人がいるとこうちょっとそこを目指してね、ギターも頑張れるんじゃないかなっていうので、まあね、憧れの人じゃないですけど、はいはい、そういうのもいるとギター上達にも役立つかなっていうのが一つと、はいはい、それとですね、これからまあ3人には、実はあのその3人あのそれぞれ皆さんが選んでいただいた、ギタリストっぽいフレーズを組み込んだちょっと楽曲をですね、オリジナルでエディとヤングギターでちょっと作曲しようということになってます。やりすぎじゃないですか。いいんですか、そんなに肩入れしちゃってこの番組に。あ、多分一番頑張ってくれるのエディだと大変なのは、はい、確かにね、13人そのねラインナップいろんなギタリストいたでしょ、はい、確かにやっぱね世界に名だたるこのギタリストだから、それぞれ特徴ってありますもんね。そのフレーズだったり音を聞いただけで、はい、あのギタリストだって分かるぐらいやっぱ個性的で、はいはい、スーパーギタリストぞろいだったと思う、はい、あ、じゃあその目標とするギタリストのイメージのフレーズ を、ね、をちょっとこう組み込んだような楽曲をやって、それを最終的にはまあ3人が弾けるようになってっていう感じですか、ね、じゃあですね、ここで、それぞれ3人が、そのギタリスト誰を、選んだかっていうのを発表しますかね。はい、じゃあ行きましょうか。まずは誰からですか？ひなから行きましょうか。はい、ひなの、はい、選んだのは、はい、私はヌーノベッテンコートさんにしました。おヌーノ、はい、どうですか編集長、ヌーノと言っておりますが、いや、なかなか渋いところついてきたなっていう感じですね。はい、やっぱあれは何、イケメンだから。あ、はい、イケメンだからそれか好み、はい、あるんですけど、あとはなんかリズムがかっこいいのと、なんかギター一つで、なんかもうベケ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 、ね、バンバンバシバシ、バンバン、すごいいろんな音がして、すごいなんかかっこいいと思って。簡単に言うと上田選手のヌーノはどういった、いや、すごい目の付けどころがいいなって、やっぱりヌーノってすごくリズム感があれよくって、結構ファンキーなカッティングなんかね、やったりするっていうところで言うと、本当そこが一番彼の特徴なんで、そこが気に入ったっていうのはすごくなんかこういいところ見てるなっていう感じですね。ありがとうございます。はい、ひながヌーノ、じゃあことのは、はい、私はエドワード・ヴァンヘイレンさんにしました。エディ・ヴァンヘイレン、これやっぱイケメンだから、いや、いやって言うな、そこははいでいいんだよ、はいまたどうして、エディ、なんか他の方は結構ワイルドに惹かれてる方が多かったんですけど、そのヴァンヘイレンさんはすごい優しいっていうか、ニコニコしながら弾いてて、なんか自分がもし弾く時もなんかそういう優しさが溢れるような弾き方をしたいなと思って。確かにね、編集長ね、あの割とこうウェーってやるギタリストもいれば、はいはい、エドワード・ヴァンヘイレンは比較的こう、そうですね、こういつもにこやかにこう楽しそうに弾いてるって、やっぱギターがすごい弾くの楽しいなっていうのが伝わってきますよね、はいはい、でもやっぱじゃあヴァンヘイレンといえばもう特徴的なフレーズで言えば、ライトハンドとか、ね、そう、タッピングっていう技ですね。エディもよくやるタッピングね。ちょっとエディちょっと一回今日、そう、全然ごめん振ってなかったね今日全然ギター弾いてねえや。どんな感じだっけこれは、これはい、そうです、こんなのやっちゃうんだよ、笑顔でこれ出ないで出ないで、ね、そうですね、あ、なかなかいいじゃないですかさあ、そしてね、今日はちょっとあの休み、学校の行事でお休みしてます、はい、南からも来ております。南が選んだギタリスト、こちら、私はグレッグハウでお願いしますまた、さっき渋いって言いましたけど、こっちの方がめちゃめちゃ渋いですね、ですねグレッグハウ、ちょっとそれはあの予想外、想定外だった一番若い南がまさかのグレッグハウこれちょっと編集長、どんな期待ですか、簡単に説明していただくと、いや、あのすごくあのいわゆるですね、まあ
あの本当に上手な方で、はい、どんなスタイルでもできる、要は、いわゆるハードロックっぽいものから、あのジャズとかフュージョンみたいなものまでこなせるっていうすごいテクニカルなギタリストで、まあ、やっぱり本当に上手なギタリスト、当然早弾きなんかもできるんで、ちょっとこのグレッグハウ風のフレーズを組み込むっていうのはちょっとなかなか敷居が高いかもしれないですけどね。頑張ってね、頑張ってね。なるほど。じゃあ、今日そのね、編集長にそれぞれの、リスペクトするギタリストを報告したところで、はい、じゃあここからその、まあ、いわゆる参考フレーズというか、はいはい、曲を作っていただき、はい、あ、それをじゃあ今度はみんなで毎週ちょっとずつこうフレーズを区切って区切って練習していくみたいな感じになりますかね。はい、頑張ります。ハードル高すぎませんかこれ。そして豪華すぎませんか、なんかこれ、はい、ね、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあですね、ここで最後に、上田編集長の方から最新の、5月10日売りですか、はい、はい、ね、ヤングギターのどうなってるんでしょうか。はい、5月10日、発売になっておりますヤングギター6月号はですね、1969年ロックギター革命と銘打って、1969年って、はい、あのまあなんかこうロックがこう発祥したような年だったりするのと、うん、あとですね、ヤングギターが創刊されたのも実は60周年だったんですよ、まあ、それの50周年特集なんかもありますし、あとは、このギター早弾き、バカ1台の連載の第1回目も載ってますんで、こちらもぜひ楽しみにして見ていただけたらと思います。ね、はい、この3人のインタビューっていうかね、はい、あのそれぞれレコメンドのアーティストね、そうですね、3人コメント、はい、いただいてますんで、はい、こちらぜひチェックしていただきたいと思います、はい、というわけで、楽曲の発表の方は次回このコーナーで行いたいと思いますのでお楽しみにと。以上、ヤングギター編集長上田晋也の早弾きバカ1台でございました。上田編集長ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。森久保翔太郎プレゼンツ、アイアンバニーズロックロッカーロッケスト、お送りしてまいりました森久保翔太郎プレゼンツアイアンバニーズロックロッカーロッケスト、第7回の放送もあっという間にエンディングのお時間になってしまいました。はい、番組ではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしています、はい、ロックンロールインスティチュートのコーナーではロックの名盤にまつわるあなたのエピソードを募集中、はい、現在エピソードを募集しているアルバムはドッケンのバックホージアタック、 GG トップのアフターバーナー、レーサー X のセカンドヒート、トップガンのオリジナルサウンドトラックです、はい、そして ABC オブロックンロールのコーナーではあなたが感じた日常の中のロックを募集中です。またエンディングのスタジオライブで歌ってほしい楽曲も募集しております。洋楽でも邦楽でも構いませんのでお待ちしております。メールの宛先は rrr@joqr.net です。はい、そしてこの番組は文化放送 FMAM 放送のほか、文化放送超 A&G プラスにて毎週日曜日13時から動画付き放送を、そして日曜日の13時30分からは YouTube チャンネルにて動画配信を行っています。はい、というわけでね、ちょっとここで、メッセージを一つ紹介したいんですけれども、はい、送ってくれたのはラジオネームつねさん、男性の方ですよ。ありがとうございます。はい、アイアンバニーさん、こんにちは。とこんにちは。アイアンメイデンのザ・ナンバーオブザ・ビーストについて投稿させていただきます。今日ね、ご紹介したあのアルバム、はい、先日某フェスに参加した時の出来事です。あるバンドの出演前に場内 BGM として表題曲の The Number of the Beast が流れたんですが、イントロのセリフが聞こえ始めると会場のメタルファンがざわめき始め、サビでは皆揃って666の大合唱で、まだライブも始まっていないのにライブ本番さながらの大盛り上がりでしたと。以前からはこの楽曲好きだったんですが、この体験を通してみんなが一体となって盛り上がるレジェンド級の楽曲だと改めて実感しましたというね、まさに今日紹介したアイアンメイデンの、アルバムの表題曲です。ザ・ナンバー・オブ・ザ・ビースト、これあれだよね、今日はあのスタジオライブでこの後ね、はい、お届けするということなんですけど、はいはい、ちょっとどう実際歌って、難しいなんかイントロが変拍子とか、うん、なんかもうタイミングとかリズムとかが難しくて、すごいだから技巧派なんですよ、はい、やっぱそういうね、基本はするべからず、基本がしっかりしてる、はい、うまいバンドだから、そういうね、変拍子も入れてきて、琴のどうでした？いや、 やっぱり史上最強に今までの中で難しかった、ね、難しい、はいはい、難しかったです。またね、あのそのブルース・ディッキンソン、そのどうぞ歌がさ、なんちゅうのこう、なんて音符にするとどうなのかっていう、やっぱ独特だもんね、はい、もう歌い方、今まで
歌った歌の中で一番、あ、難しかった、はい、難しかったです、ね、この後ちょっと、親の上でお届けしますので皆さん、聞き届けていただきたいかなと思うわけでございますけども、ラジオネーム常さんありがとうございました。ぜひあの皆さんもこういった感じでね、そのいろんな、アルバムとかアーティストにまつわる思い出とかありましたらお送りいただきたいと思います。というわけで、次回の放送でございますが、先ほどもお伝えしましたゲストいらっしゃいますラプラスのドラマサトシさんが来ていただきますんでね、ぜひあのサトシさんへのメッセージなんかもありましたら番組宛にメッセージメールをお送りいただきたいと思います。そのサトシさんとはドッケンのトゥース&ネイルについて、お話をしていきたいと思いますので、ドッケンファンの皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。ぜひよろしくお願いします。というわけでね、今日も非常にいい一日になりましたね皆様ね。あのギターの、ね、上田編集長のあのサプライズは大変ですよ、ね、ぜひ答えていただきたいと思いますので、はいはいはい、よろしくお願いします。というわけでお別れの時間です。ここまでのお相手は森久保祥太郎とアイアンバニーの日向琴乃とサイボーグギタリストのエディアイアンバニーでした。では皆さん来週も全突破でロックンロールデイ。この番組は PH メソッツの提供でお送りしました。